みんな。僕だよゲロだよ。とうとう我らのドッグも、隊員が100人に達しました。それを祝してか祝さずか、今回はビグロの改装を発表します。ビームを搭載した上に、アームにビームサーベルを乗せ、近接格闘もできるようにしました。では、まずはビームからご覧に入れます。ワークショップから拾ってきたものです。このビグロもワークショップにあげておきましたが、こういった必須モッドがあるということなので、興味ある方はその辺注意してください。続いて、ビームサーベルを使った近接格闘です。デンドロビウム方式の近接格闘です。うげえ。高田、片腕と手法がやられただけじゃねえか。武装はビーム砲とサーベルのみです。アームでペチペチ攻撃もできます。これが最大の売りです。この耐久力も売りです。以上だぜ。これからも開発していくぜよろしく。ジャバナ。